いつも店に来る時とかに OD したりとか薬をこう飲んでから来たりとか、自分のグラスにあのその薬を入れられたりとかして、一回出禁にしたんです、その子。出禁にした後に家までついてきたりとか、タクシー乗って帰るじゃないですか、家に。家に帰ったら、そのタクシー、後ろのタクシーにはその女の子が乗ってて、で家までついてきて、もう何してんのっつって、すんごいなんか薬で決まっちゃってて。ヤンディチャンネル、イエーイ。ヤンディチャンネル、ヤンディチャンネル、始まりました。官房さん、成宮八です。お願いします。イエーイ、よいしょ。同じく吉木圭です。お願いします。よっ、いや、愛情と友情は僕の宝物。花咲ある、花咲ある、よいしょ。3人で、はい、やっていこうと思います、はい、お願いします。今回のキャンディーチャンネルはキャンディーに新加入した期待の3人衆、成宮八、花咲春、吉木圭。彼らが一堂に会する、テキーラを片手に繰り広げられる嵐のようなひととき、ぜひご堪能いただきたい。めっちゃリアルな話、キャンディーでホストやりきってその後どうなりたいかみたいな。めっちゃ大事、あるある。見てる人めちゃめちゃ気になると思う。漠然とホストやってて、ホスト楽しいウェイってのもあるんだけど、その後君がどうするの？そうそうそう、なんか今生きててももったいないですよね。ホストの YouTube のアンチ9割それだから、今だけじゃんみたいなの、そのさ、そのコメントとかしてる、そのハゲってモテなくて低収入の独身のジジイとかを黙らせる。言い過ぎやって。僕 YouTube やってた時もやっぱその人気商売って賞味期限があるから思われるんですよ、将来どうすんのみたいな。俺アンチ気にしないタイプだと分かんないから。税金めっちゃ納めてるし、みんな好きなように生きれば俺はいいなって思うタイプ。じゃあホストやめたと。ホストやめたと僕は絶対に美容系やりたい。今って大阪に1店舗あるんですよ。エッチじゃないですよ。ほんまに俺エッチやってたらできるだけバレやんように大阪でやってる。確かに普通にちゃんとしたやつさんやりたくて、理由が、自分らもやっぱいつまでかっこよくいたいじゃないですか、でも一番お金かかるのって美容系じゃないですか。どう頑張ってもだって定期的に行かなきゃいけない。サボったらサボった分だけ無理やし、コスパよくないですか。自分でやってたら後輩とか来てもらったら別に還元もできてるし、一生やりたいな。それはエッチでは絶対やりたいなって思ってます。一番いいルートであるよね、それがホストで。いろいろできるよね、ぶっちゃけ。お金あったら正直何でもできますから。何でもできる。お金どこに、めっちゃそれるけど、どこに使うんですか。だってそれだけは言えない。なんか悪いことしてるやん。それだけは言えないよ、別に。怖っ。どう思う、それ聞かれたら。別に答えますけどね。じゃあ何使ってんの。貯金、家賃、つまんない。こういうことや。カットカット。いろんなお客様とかいろんな従業員がやっぱ集まると思うんですよ、この歌舞伎町って、今までにあった衝撃的なお客様とか衝撃的な従業員が来すぎて来ました。どこまで行っていいのか分かんないですよ、これ。マジでその質問待ってました。前キャンディーにいた時にっていうキャストがいて、めっちゃ名前言うやん、びっくりした。あんまり空気が読めない子で、そういう子を大事にしたい、この歌舞伎で夢抱かせてあげたいなと思って、僕のその当時19歳だったかなのお姫様、お客様がいて、気難しい子だったんですけど、あそこついてお前仲良くしろよって言って、2人が仲良くなれるように仕向けたんですよ。そしたらそのお姫様も来たら仲良くできるキャストがいる、もうその子が来たらヘルプついててちゃんと仕事頑張れるみたいな感じだったんで、っていう感じですごいこううまいことしめけて、すごいお姫もたくさん帰ってくれたし、もう前に出勤するようになってくれたんですけど、その人が辞めるってなった日の、次の日朝っすね、僕が他のアフター終わって家からタクシー探してたら、ラボホ街からその女の子と一緒に出てきました。よいしょ。マジで実はす、やばいね、びっくりして。怒ったんですか。どこでももうアフター終わりで帰ろうとしてたら、二人でラブホ街から出てきて、もうその僕が気づいてなかったけど、女の子の方と目合ってから、女の子の方がこうやってきて、何が本当にこれ。本当にこれね。お姫と可愛がってた後輩が辞めたその日にバシコリやってました。よいしょ。すごいわ。その日だったんだ。僕前の店の時にあるキャストがある先輩のバースデーイベントがあるって言って、タワーとかももちろんちゃんとうまいこと言った、そのタワーやった先輩は。でもそのキャストは、いや力なれなかったっつって号泣して、
そう、なんか俺しゃん下ろせなかったっていうのと、あと自分のお客さん呼べなかったっていうところになんか自分にイライラして泣き叫んで、地下の店だったから階段でうわーって暴れ出して、みんなが帰る時間にそれしだしたから、うわーってなんかもうキャストもパニックっちゃって、もう俺行ってくるからって、もうお前ら中入ってって言ってやったら、何もできなかったんだよっつって、バーンって携帯やって、もうお前余計何もできなくなったやんけって携帯それめっちゃおもろい、それめっちゃおもろいよ、バーッて走って、うん、ゴミ捨て場まで行って僕ボコボコにされて僕は絶対手出さんって決めてたからやられて、自分の店に戻って、うん、で自分のチーム、まあ、幹部だったんでチームもそうなんですけど、その時30何歳のキャストが僕のチーム入ってて、うん、でも PTA 会長みたいな服装してるんですよ、いつも。なんかそいつが、矢田さん、何やってんすか言ってください、僕が止めるのに、あの野郎って言って、ちょっと待ってください、バンドエイド買ってきます、一番細いタイプのバンドエイド買ってきてこう、何枚もこう何枚もこのぐらいの長さやっても、あ、こいつらやばいなと思ったら、ちゃんと二人ともやめました。はい、あ、数々の姫を見てきて、この人だけはやばいなって思ったのが、いつも店に来るときとかに、その、まあ、OD したりとか、薬をこう飲んでから来たりとか、自分のグラスにあのその薬を入れられたりとかして、一回出禁にしたんです、その子。出禁にした後に家までついてきたりとか、営業終わりにタクシー乗って帰るじゃないですか、家に。家に帰ったら、そのタクシー、後ろのタクシーにその女の子が乗ってて、で、家までついてきて、もう何してんのっつって、すんごいなんか薬で決まっちゃってて、で本当にもう関わんないでくれって返した記憶はあります。初めてタワーした時に300万円のタワーして、で前の店半分入金できたらよかったんですよ。はいはいはい。で150万だけ入金して終わった日に、ごめんみたいな、おばあちゃんがどうこうで北海道帰んなきゃいけない、あ、じゃあまあいいよ、それ頑張ってくれたらしいよ、ただそのかけだけ気をつけてねってやって言い返せたら、連絡急に使うんだって、うん、えみたいな、どうしたんって言ったら、なんかいや向こうで彼氏ができたみたいな、入金日前前日ぐらい、おうでみたいな、彼氏ができたからそっちに戻れないので入金できますね、ええみたいな、どうやって出会った初回って、いやお前さ初回まあまあまあ、でもあるあるって言ったらあるあるだけど、初めてのタワーで半分ぐらい入金漏れてます。最後にキャンディー移籍して初めての12月年間締め日、目標というか志というかどうしたいかっていうのをね、俺らさ10月か9月から入ってるからさ、年間締め日とか別にあんま来年なんだけどね、ぶっちゃけどんな感じだろうなぐらいの感じで、やつも経験したいなぐらいのね、うん、うん、チャレンジャー的スタンスというか、まあ、まあね、参加させていただいてるような立場だから、うん、来年そこを超えるぞぐらい、確かに、うん、感じでね、なんか自分の指標を見つけるみたいな感じですね、確かに確かに指標をねという感じなので、じゃあいつもの挨拶いきましょうか。はい、なりみやっしょう、よしきけいと原崎春です、キャンディーチャンネル、イエーイキャンディーチャンネルバイバーイ絶対に編集しづらいこれ風林会館最上階、天空の大宮殿、数々の記録を打ち立て、グループダンディの絶対的存在を確立したキャンディグルダン史上最大となる圧巻のスケールが今歌舞伎町で異彩を放つ。キャンディ100人を超える豪華キャストが作り出す夢のシンデレラストーリー。その主役はもちろんあなたです。